ハインツバースケハインツバースケは、ドイツのカメラ設計者である。代表作は、ローライのローライ35で、当時ドイツのカメラを追い上げていた。日本メーカーは、多機能、自動化、レンズ外光景化、シャッター高速化などで競って、カメラを大型化させた反省から、ハーフハンカメラを作るようになっていたが、このカメラを見て 24-36mm 版での、 コンパクト化が本気で進められるようになり、その後のコンパクトカメラの方向が決定づけられた。老来はこのカメラによる躍進を遂げ、シンガポールにも工場を持つに至った。ベルリンに生まれ、テレフン券で危機器製作の教育を受け、ガウス技術者アカデミーで危機器製作技術を学習した。19歳で徴兵を受け、負傷して療養。戦後移動中に、 兵隊の身分証明書しかなかったためソ連軍に捕らえられ一時捕虜生活を送った。1945年アイグ参加のカメラメーカーで修理の仕事の傍らで 16mm カメラを設計。これがアメリカ軍に見出され買い取られたが製品化はされなかった。この年、ビルギンに入社し、エディクサレフレックス、エディクサエレクトロニカ、エディクサ8、エディクサステレオ、 エディクサ16を設計したが、このうちエディクサステレオは自分の仕事として認めたがらなかったという。1965年にローライに移籍し、設計主任を務め、ローライ35、ローライ 35S、ローライ B35、ローライ A26、ローライ A110、ローライ E110、ホクトレンダービトレット110、ローライマチック35を設計したが、このうち、 ローライ 35S は自分の仕事として認めたがらなかったという。1978年には自らのデザイン事務所を設立し、ミノックス、ザイス、ブラウプンクトなどの仕事をした。一番気に入っているカメラは、との質問には自らの設計でないエルンストライツのライカ M4 を挙げていた。ありがとうございます。